セリオンは、秋田県秋田市土崎港の秋田港にある、ポートタワー、及びタワーを含む施設群である。タワーの正式名称は、秋田市、ポートタワー。本港ではタワーを指して、セリオンの名称を用い、周辺の施設やスポットについても合わせて記述する。セリオンを含む施設群は、道の駅秋田港として、道の駅、港オアシス秋田として、港オアシスに登録されている。 また、恋人の聖地に認定されている、土崎港町恋の町の一部でもある。全高143メートル、展望室の高さは100メートル。6272枚の強化ガラスで囲まれたガラスタワー。日本海や寒風山をはじめとする小賀半島の山並みのほか、秋田市街や太平山、鳥海の山々を望むことができる観光スポットである。 日本海に沈む夕日も一望できる。夜間はイルミネーションが点灯される。イルミネーションの色は時々変更される。例えば、2008年6月には植樹祭の PR のため、緑を基調とした光が点灯された。1.2階は菓子店舗、菓子ホール。エレベーターで登って高層階は5階が展望室、4階がスカイラウンジ、3階がギャラリー。 セリオンの名称は公募で選ばれたもので、シート、パビリオンの構成語である。セリオンに隣接して、ガラス張りの屋内緑地の癒し空間である、セリオンリスタ、多目的ホール、休憩施設の秋田港振興センターがある。また、港湾通を挟んで向かい側に、商業施設、秋田米パラダイスがある。セリオン、セリオンプラザ、セリオンリスタの3施設は、道の駅秋田港として、 道の駅、港オアシス秋田として、港オアシスに登録されている。道の駅の登録上の路線名は、国道7号であるが、実際には、秋田県臨港道路13号線の沿線上にある。セリオンなどは、NPO 法人地域活性化支援センターにより、秋田県初の恋人の聖地として認定されている、土崎港町恋の町のデートコースである。 恋人の聖地プロジェクト公式サイトでは、デートスポットとして、セリオン、ムスビーシ、ベイパラダイス、セリオンギスタなどを紹介している。ベイパラダイスは、セリオンから、港湾通を挟んで向かいにあり、ムスビーシは、ベイパラダイス正面出入口から出て、左に、約20メートルの場所にある。ベイパラダイス屋上には、ハートのモニュメント、キューピットの矢があり、実際にその場所に行けるほか、 セリオンの展望室から見下ろすこともできる。結び石は、お返しを使用して作られたもので、その側面には貫通した穴があり、穴の中央に赤い石がある。穴の両側から、恋人がそれぞれ手を入れて手を結び、二人の恋の、これからの縁を願うものとされる。表側には、恋人の聖地選定委員の桂由美の名前とともに、認定文が彫られたプレートがはめ込まれている。 認定文の内容は以下の通りである。カツラユミ恋人の聖地、ここにこの地位が恋人の聖地であることを宣言し、出会いの喜びや不思議と最高なご結婚と幸せなご家庭のご構築をお授けいたします。皆様の出会いに祝福をお送りするとともに、素晴らしい未来が来ることをお祈りいたします。2006年ブライダルマザーカツラユミなお、 結び石の前にはベンチがいくつか設置されており、港やセリオンを眺めながら休憩できるようになっている。土崎港地区の住民の名字には、越前や越前や越中や越中や越後や越後や加賀や加賀や張間や張間や大宮、能戸や佐渡や丹後谷、三国屋など、他の地方から集まったことを表すものが多く、それが、 縁結びの地であるゆえんの一つとされる。セリオンリスタ内のうどん、そば自動販売機この記事は、以下のカテゴリーでも参照できます道の駅や北港に関するカテゴリー、港アシス秋田に関するカテゴリー、土崎港町恋の町に関するカテゴリー。ありがとうございます。